ディスコサウンドで張り切っておりますピンクレディね、ピンクレディがデビューしてからね、だいぶあのスマートになったでしょ。それやっぱり仕事のね、ハードももちろんありますけどね。それとね、なんかお茶を飲んでるらしいんですよ。そうそうそう、中国茶、ウーロン茶って2人で、うん、最近です。本当調子いいですか。麻雀みたいなのあるですね、ウーロン茶。体の中のね、毒素をあの流してくれる。本当。いやね、たまたま先週 ね、あの五代後のミキさんが出て、それでね、ふっと痩せたんでね、私はなんかどうしたのったらお茶を飲んでるって言うんですよ。うん、そしたら長藤博之さんにいただいたお茶だって、私も南さんにいただいたお茶だった。鉄管飲んで、ね、口を滑らしちゃって、これがね、鉄管飲んで、多分これの話じゃなかったかなっていう感じがしまして。女性ツアーで痩せたいんですね。でもこれ以上痩せる必要ないよ。ね、倒れちゃうから。痩せなきゃならない人もいるんです、はい、でもね。